左手で描く。ね、先週ね、ヒーリングアートってどういうものなのかというものをね、講義しました。ね、今日はちょっとそのね、ヒーリングアートのことは、あまり触れませんけれども、おさらいをすると、左手で描く。気になる色を使う。インナーチャイルドとつながる。自分で自分の気持ちを知ることができる。つまり、セルフヒーリングができる。ね、これがヒーリングアートでした。ヒーリングアートとマンダラを合わせたものがヒーリングマンダラになると言いましたね。ヒーリングマンダラとは、